軽いっす。これ軽石ですか。やばいっすね。やばいっすか。うわ、こっちに流れてきたって聞いてたけど、まさかこんなに。そうですか。これなんでタイマジン。佐々木さんプロデュース。じゃじゃーん。たまたまかと思いました。けど佐々木さんにあんま似てない。佐々木さんの方が可愛い。イラストより。どうですか、釣れそうですね。釣れるよ、これすごい釣れるよ。楽しみ。頼みますよ。はい、お願いします。佐々木さん仕掛けから入りましたけど、はい、今日はマダイということで、はい、マダイ釣れてないよね。そうですね、前回あの揚げる係揚げるだけの係だったんであれがね、2月でした、調べたら。あ、寒い時だったんで。また寒い、今日も寒いけど頑張りましょう。今日は釣れるんじゃないですかね。ちょっとタイマジン。いいね。頑張りましょう。頑張ります。はい、最近の釣果はどうですか、マダイの釣果。やっぱりシケも多くて良かったら悪かったらいいんですけど、まあ、シケる前は 4.6 キロ、出ましたね。でその前も、やっぱり張りすぎない、バーッと走られちゃって、バレちゃったのがやっぱり金がありますね。だから大きいのもいる。いる。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、今日釣れなかった佐々木さんのせいだ。ここ使うよ、ここ使うよ。釣れるから、タイマジンでね。さすがに3回連続はやばいなということで、波よけ神社に、築地の、はい、にお参りに行ってきました。行ってきました。はい、そしたらしっかり今日いい天気だね。あ、ここにいた。晴れた。よかったね。晴れ女。晴れ女。はい、雨男。あ、違う。つけ男。気づいた？言われて、いや、切るよって嫌いじゃないよって言われた。いや、佐々木さん長いですよ。佐々木さんが長いわけじゃないから。よし、OK、 OK。 いや、長いの仕掛け、こんな長いの初めてです。本当？はい、嫌だ。何が嫌なの？長い。長くて嫌だっつうの。はい、結構また行って朝一チャンスだよね。そうですよね。うん、あれ、その竿はレンタル？あの船長さんの私物で。だよね、いい竿だよね。エヴァンゲリオン。あ、エヴァンゲリオンカラーなんだこれ。カラーです。なんかすごいかっこいいなと思って今。来ました。おー、いや、早い。あ、出た出た。2匹。おー、ダブル。ダブル、ダブルっすよ。はい、おめでとうございます。ダブルですね、すごいっすね。はい、ダブルだよ。めっちゃでかかったですね。2本針だよ。すごい、縁起がいいですね。すごい。あれ？いつもこう来るんですよ。あ、そうね。うわ、タイだ、タイ、タイ。おお。来ましたね。カナダ。カナ？カナダじゃん。やっぱ順番でしたね。ね。こう来て、こう来て。来てるね。次ですね。次ですね。今、歌いかけてるんだな。来た。来た。
覚えてるかと思いますけど結構重い。重い。やった。店長来た。でかいか。だろう。タイだタイだ。やった赤い。よしよしよし。タイだ。マダイ。よーはったー。やったー。やったー。よっしゃー。カニカマ。カバンからカニカマ。初？マダイ初。やったー。いいねー。いや楽しい。ねえ。じゃあ待ってますんで。はい。それと一緒にこれ撮りたいからこれをいいですか？のからもう一回釣る。あいいね。そうしましょう。じゃあ針取ろうか。さすが。もう後半のついちゃんじゃない。ねえ。前半から。やった。やった。はい。はいどうぞ。あ、佐々木さんありがとうございます。タイマジ。忘れてました。はい。やばい。すごい、ありがとうございます。すごい。ハンドパワーでした、ね。何が浮いてんの？何が浮いてるの？なんだこれ？え？船長、この黒いのは何？泡じゃない。浮いてる。泡っぽくない。泡じゃない。茶色っぽいベージュっぽい。ゴミと一緒になって浮いてるんだよ。軽石？軽石だと思いますよ。このくらいの。この黒と色違うのは何なんですか？これ潮が今通してきてるんで。はい。ほら昨日雨降ったりしたら、はいはい、向こうからの潮がこう入ってきた。あ、そういうことですか。それでこんな色違うんですか。これも水が差しちゃって。はい。軽石はとりあえずそんなに目立ってはまだないな。まあないんじゃないですか、うん、そんなには。でもさっきポツ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 ありました。あ、うわ、でっかい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 。うわー、すごい。おめでとうございます。覗いてる。すいません。いや、すごい似合ってますよ。はい。難しい。いじられることがあんまり。本当すいません。嬉しい。ポージング。キラーがさ、今。お。ああ、いいね、いいね、いいね。何ですか？いいよ。大学コンビ。いいね、似合ってる。喜んでいいの。ありがとうございます。トナカイさん、これちょっと持ち上げて。はいはい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます、はい、よしよし、クリスマス。いや、めちゃくちゃ悪い笑顔でなんかこうやってるから、なんだろうと思ったら靴下持ってたんで。プレゼント、日刊釣りちゃんからのプレゼントです。ありがとうございます。はい。ちっちゃい頃、うん、これぐらいの靴下が玄関に置いてあって、うん、そこにサンタさんがプレゼントを言ってくれてた。本当？何が入ってたの？その時はパソコン型のゲームみたいな。ゲーム？おお。それしか覚えてない。ただその朝が楽しみだったね。いいよね。すごい写真だぜ。太陽バックにコマセ振ってる。サンタさんが。
しちゃうね。サンタに釣られたら。ほら。いや、めっちゃ変。変。体が今めっちゃ色いっぱい着ててね。そうか。頭だけちょんってなる。小汗を詰めるサンタ。みんなにプレゼントを入れないと。はい。タイにプレゼント、コマセのプレゼントだ。夢と希望のコマセを。アンパンマンやん。そっか、針切られた。あー、フグかな。そう、仕掛けチェンジ。針うん、やっぱここは赤じゃない。赤ですよね。やったー、サンタカラーで。それつけれんの？大きいのつけたことあるんです。つけるかな。やっぱそう、こういうとこなんだよな、佐々木さんが偉いっていうのは。サンタカラー。おー、いいね、サンタカラー、おしゃれ。いいね、この色の針初めて見たな。本当ですか？うん、こんなにオキアミに透けてんの。確かにオキアミは見たことないから。ねえ、だいぶ暖かくなってきたね。朝はほんと寒かったね。やっぱ日が出るといいね。じっと見てるとちょっと気持ち悪いですね。なんかちょっと虫に見えた。だってオキアミはエビじゃないって教えてくれたじゃん。はい、プランクトンですね。だよね。美味しそうなやつ。近っ。